はい、どうも、こんにちは。木更津と申します。お初の方は、初めまして。今回は、素晴らしきこの世界をやっていきたいと思います。なぜかと言いますと、キングダムハーツシリーズが大好きで、1からやってるんですけれど、今回ね、3D が出るときに、素晴らしきこの世界からネクたちがゲストキャラクターとして登場するということで、スバセカの方もちょっとやってみようかなということでやりたいと思いました。はい、ではやっていきましょう。ニューゲーム。前見えないだろ。うるさい。耳障りなんだ。もう全部消えてくれ。世界は俺一人だけでいい。自分自身がそのすべて。他人の価値観なんて意味はない。俺は誰かと分かり合うことなんて一生できない。ということで、パソコンで DS のゲームをやるのが初めてなので、音質とかいろいろあれかもしれないんですけど、操作も不慣れですが、そこはご了承お願いいたします。渋谷っぽいですね、ここは。頭の中に言葉が流れ込んできた。なんだ今のは。このバッジのせいなのか。もう一度試してみよう。下画面右下のバッジをタッチして、このバッジの能力であるスキャンを確かめよう。スキャンしているときにもう一度バッジをタッチすれば通常のフィールドに戻るぞ。はい、ということで右下をタッチと。集中しろ。イベントオーガナイズしたいな。 DJ は誰を呼ぶか。あ、CYCO デコードの石野が DJ やってたよな。呼んでみるか。何の話ですか。やっぱ都会は怖いべ。みんな俺のことを冷たい目で見ているべ。もしや田舎者ってバレた？この服か？この服のせいなのか？美人の店員がいるドラッグストアがあるって聞いたけど、どこだろう？大学のミスコンで優勝するぐらいだから、かなり期待できそうだな。お前ら誰だよ。おじいちゃまのお店はこの辺りのはずだけど、道がややこしくて探せないわ。おじいちゃまは毎日こんなところを歩き回っているのかしら。どこかの公衆電話で告ると成功率が 100% らしい。そんな素晴らしい電話どこにあるんだ。なんとしても探し出してやる。背が伸びればもっとモテるのに。でももう背は伸びなさそうだから、髪型アフロにしてみるか。やめといた方がいいと思うけどな。ということで、なんかみんなが考えてることがわかるようです。やっぱり見える。なんだこれ。まさか周りの人が考えてることが見えてるのか。なんなんだよこのバッチ。携帯？俺か。 10C にたどり着け。制限時間は60分。できなかったら消滅。死神より。なんだこのメール。くだらない。
消去してやる。あれ？消えない。なんだこのメール。なんだ、右手が。え？なんだこれ。か、カエル？こいつ、こ、攻撃してきた。俺を狙ってるのか。く、来るな。下画面のバトルはタッチペンを使って移動、攻撃など様々な操作を行います。タッチペンを利き腕に用意してください。はい、右手側に、マウスを用意しました。この少年は攻撃する手段を持っていないので、今はまだ敵を攻撃することができません。この謎の敵から逃げるしかありません。タッチペンを使って少年を移動させて敵の攻撃を避けてみましょう。タッチペンを使って少年をドラッグすることで少年を移動ダッシュできます。セレクトボタンでスタートと。はい、バトルから逃げる。引き抜くなよ。気抜きません。はいはいはい、スタートボタンでバトルから逃げると。ここをタッチするのか。はい、逃げます。ダッシュをゲット。ネクを素早くドラッグすることでダッシュする。ダッシュの出始めは無敵になるので敵の攻撃などを避けることができる。はい、バトルから逃げるをゲット。バトルから逃げるときはスタートボタンを押してポーズメニューでバトルから逃げるを選ぼう。リスクはないが逃げると怒られることも。マジか。お手柔らかにお願いいたします。どうなってるんだよ。だ、誰か。おい、なんで誰も気がつかないんだよ。見えてないんでしょうか、それとも影が薄いとか。でか、ここどこだよ。渋谷に見えますけど。くそ、逃げるしかない。ということで、オープニング素晴らしき。この世界かっこいいですね。多少の画質のあれとか映像のあれとかは、あのパソコンでね、 DS のソフトを起動している関係だと思って目をつぶってみてください。それでも十分かっこいいオープニングなので。いやー、かっこいいなー。はい、スクランブル交差点。あ、画面が変わりましたね。また始まっちまったな。あー、めんどくせ。文句言わないの、久々の仕事じゃない。休暇明けの仕事って一番だるいんだよね。仕事あっての休暇でしょ。初日は参加者が一番多いんだから、ポイントの稼ぎ時よ。先月稼げなかった分を今回で取り戻すわ。はいはい、1週間頑張りますよ。ところでさ、俺たちもゲームしないか。は？ゲーム？仕事もゲームにしちゃえば楽しくなんだろ。はい、これメイアン。それがメイアンね。ま、いいわ。で、何すんの？死神遊び03、参加者狩り。
今日のミッションでどっちが多くサンクスを枯れるかで、どうだ何それ、全然勝負になってないんだけど。あれ、ご不満ですか？だってあたしが全員抹消するから。おー言うね、ちょっとテンション上がったよ。んじゃあいつも通り負けた方がラーメンってことで。あ、オープニングに出てたラーメンはこいつらが食べてたラーメンなんでしょうかね。中堅八校前ここまで来ればしつこい。なんだよこのカエル、なんで俺が狙われるんだ。これは周りの人でしょうか。消えた、人が消えた。なんだよこれ、どうなってるんだ、何が起きてる、てかここはどこだ。やばい、やられる。見つけた。え、ねえ君、私と契約して。なんだお前、今それどころじゃ。聞いて、契約すればノイズに勝てるわ。は？ノイズがなんだって。君消えたいの？急がないと間に合わないの？お願い、私と契約して。わかった、契約する。契約って何なんでしょうか。なんだ今の光。はい、これ、このバッジ使ってみて。おい今の光。詳しい話は後、今はこのノイズを倒さなきゃ。ノイズって敵のことですかね。あすいませんすいません、変な声出た。あすいません、ほんとすいません。行くよ。下画面のバトルでは、あーちょっと待って、全然レディーじゃない。下画面のバトルではバッチで戦います。タッチペンでタッチコマンドを入力してバッチごとに異なるサイキックを使い分けます。実際にサイキックで敵を攻撃してみましょう。タッチペンを使って空間をドラッグすることで炎を発生させ敵を攻撃することができます。敵をドラッグ、はいどうも、やってみます。ちょっと待って、ネクを逃げろ、で敵をドラッグ。おお、かっこいい、炎が出る。ドラッグ、燃えろー。燃えろ。あー攻撃された、よし倒した、楽勝だな。え、まだやんの。全部消してやる。待って、バトルスタート時にバッジを使えるようになることをブートと言います。多くのバッジは一定時間でブートして使用可能になります。ブートしたバッジの下のゲージはエネルギーを示していて、なくなっても一定時間待てば再起動、リブートして再び使用可能になります。ゲージがいっぱいにならないと使えないってことですね。了解しました。とりあえず逃げたい。逃げて敵をドラッグ、ダッシュしてるときは無敵度。待って、うまくいかない、難しい。敵をドラッグ。あ、ブートしてる、今ブートしてる、攻撃できない。よしよしよし、ドラッグ。アクソも攻撃されまくってる。1体倒した、残るはお前だけだ。燃えろ。ちょっとうまくいかないし、攻撃されてる。よし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 、余裕だな。
余裕だな。嘘つけ。パイロキネシスをゲット。空間をドラッグすることでドラッグした戦場に炎を走らせ、当たった敵にダメージを与える。下画面のバトルをゲット。下画面のバトルではタッチペンを使って戦おう。装備したバッジごとに決められたタッチコマンドを入力して、いろいろなサイキックを発動することができるぞ。ブートとリブートをゲット。バトルの開始時にバッジが使用可能になることをブートと言い、バッジゲージを使い切った時などに一定時間で使用可能になることをリブートという。操作、ドラッグをゲット。バトル中下画面でタッチしたままペンを移動させることをドラッグという。ネクを移動させたり、ドラッグで発動するサイキックで使ったりする。ということで、今回はチュートリアルばっかりですね。なんだ、今の炎。俺がやったのか？すごい、あのバッジ使えたの？君サイキックうまいね。君と組めてラッキーかも。よかった。サイキック？あの炎が？ふん。それに契約したからノイズにはもう狙われないよ。独り身のやつだけ狙うとか、どんだけ嫌な敵なんでしょうか。もう襲われないってことか？うん、ノイズももう見えないでしょ。ノイズ？ノイズってなんだよ。え？さっきの化け物のことじゃない？なんだよそれ、聞いたことないぞ。それにサイキック？このバッジと関係あるのか？そうだ、名前まだ言ってなかったよね。私は美咲式、式って呼んでね。なんだ、いきなり誰が呼ぶか。それじゃあ今日から7日間よろしくお願いします。7日間、時間制限好きなんでしょうか。7日間、よろしくって何が？だって死神のゲームは7日間でしょ。死神のゲーム？何を言ってる？こいつ天然か？いや多分彼女が言ってることが正しくて、主人公がまだ状況把握が出てできていないってことだと思います。はい。で、君の名前は？つかここどこだよ、俺はどこにいるんだ。ねえねえ、名前誰くん？渋谷駅。ここは渋谷駅なのか？なんで俺渋谷に？ん？どうしたの？そうだ、さっきの交差点だ。あそこに戻れば何かわかるかも。え、嘘、ちょっと待って。置いていくとかひどいやつだな。交差点ってどっち？あ、右側ですね。おい、なんでついてきてんだよ。なんでって、君が勝手に動くからでしょ。どこ行こうが俺の勝手だろ、ついてくるな。俺の勝手って、私たちここに閉じ込められてるんだよ。何言ってるんだ、そんなことありえないだろ。君こそ何言ってるの？それに契約したら一緒に行動。一人じゃノイズは倒せないし、最後まで生き残れないでしょ。生き残る？なんだそれ。二人じゃないとゲームに勝ち残れないってこと。お前のゲームの勝敗なんて俺には関係ないだろ。ちょっとふざけないでよ。戦ってゲームに勝ち残らないと消えちゃうんだよ。さっき見たでしょ、人が消えていくところ。あー、さっきなんかね、周りの人がいなくなりましたよね、確か。あんな風になりたくないでしょ。それに私たちはもうパートナー同士だから、協力し合って頑張ろう。何言ってんだよ、勝手に人を巻き込んでおいて。巻き込んだとかじゃないでしょ。君だって死神のゲームに参加してるじゃない。は？死神のゲーム？そんなもん参加してないぞ。え、それおかしいよ、だって参加者バッジ持ってるじゃん。
手に私と同じタイマーも出てるでしょ。はいはい、あのバッジが参加者の証なんですね。俺と同じだ。何なんだよこれ。やっぱり君も参加者ってことだよ。もうこんなこと話してる場合じゃない。急がないとあと20分しかないわ。早くマルシーに行こう。マルシー？マルシーってなんだ？104のこと。あー、こっちの世界でいうマルキューみたいな。メールにあったでしょ、104に行かないと消滅って。さっきの変なメールのことか。ってこいつ、あんなの信じるか普通。だけどこの状況普通じゃないか。どう考えてもおかしい。どのみちこいつはずっとついてきそうだし、状況を理解するためにも行く方が無難だな。わかった、行けばいいんだろ。それからこれで3度目だけど、君の名前は？サクラバーネク。サクラバーネクか、面白い名前だね。大きなお世話だ。じゃあネク君、早く 104 に行こう。といったところで今回は終わりにしたいと思います。ここまでご視聴くださってありがとうございました。まだまだ全然序盤でチュートリアル的なことばっかりなんですけど、次回もね、もしよかったら見てくださると嬉しいです。それでは